Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you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 .2013年、大きなニュースとなったフィリピンの台風災害。日本赤十字社は被災地で救助活動を続けていますが、11月13日に現地入りした医療チーム第1班が帰国し、これから報告会見を行います。フィリピン中部台風被災者支援事業の帰国報告会をさせていただきます。今回の災害は非常に広範な地域が被災したというところもあって、メディアがカバーしない忘れられた被災地がたくさんありました。で、その一つでもあったセブ島の北部は、私たちが現地に入った時にはまだアセスメントも行われていない状況であったことに加え、台風による被災状況は 90% 以上の家屋が全壊または半壊していたという状況から、また保健分野においてはほとんどの医療支援が入っていなかったということもあり、支援するニーズが高いと考えて、日本赤十字社 BHCERU はそこでの活動を決定しました。今回の日赤 BHCERU チームはインターナショナルチーム、国際いろいろな各国赤十字社がと一緒に協力しながら活動するという人員でした。日本赤十字社がもちろん中心となって総勢12名入りましたが、それに加えてオーストラリア赤、フランス赤、香港赤から医師や地域保健担当者が入っております。日赤 BHCERU の活動の特徴を一言でまとめると、2本の柱、4つの活動と言っております。何が2本の柱かといいますと、一つは医療活動、もう一つは予防活動を始めた当初からやってまいりました。医療活動はマヤ村というところにテントの ERU テントを建てまして、そこで診療を月曜日から土曜日の朝まで行いました。加えて巡回診療、ダンバンタンヤンという郡には20の村があるんですが、そのうちの16の村を対象に定期的に巡回診療を行ってまいりました。合計の患者数960人、患者さんを診療しました。疾患の傾向ですが、一番多かったのは呼吸器の感染症でした。これは屋根が飛ばされて、昼間は40度以上になる中、場合によってはスコールが降って雨ざらしになるという、こういった環境の中で生活していることが原因だと思われます。次は早傷の患者さんです。瓦礫が多くまだ残っているところで遊ぶ子ども、それと家を修復しようとする大人たち、その方たちが怪我をして訪れることがありました。マヤ村のクリニックにはさまざまな層の患者さんが訪れますが、中には不安や不眠といった心理的な訴えを問題を訴えて来られる患者さんがいます。そういった方々にはリラクゼーションの方法などを指導するといった個別対応をしてきました。またより予防的な取り組みとしては、子どもを対象にキッズスペースというものを開設し、遊びやレクリエーションを通して子どもたちのストレスの低下を促していくことをやってまいりました。フィリピンに与えていただくためは非常に大きくて、やはりそこから復興していくのにまだまだ時間がかかると感じています。ご支援に対してぜひ皆様の温かいご協力ご支援を継続して行っていただければなと思っています。まだまだ時間がかかるというフィリピンの復興を助けるために、私たちにできること、支援を続けていくことが大切です。医療チームの第2班はすでに12月17日に現地に向けて出発しています。第1班の救助活動を継続するとともに、復興への支援を積極的に行う予定です。